ます。今日はですね、冬のどれだけ登っていこうと思いまして、今スタートゲートですねの方入り口まで来てます。今5時ですね。ここから今日は行けるところまで行って、はい、テント張って翌朝常念岳山頂玄徳ですね行こうと思います。それでは行ってきます。で今歩き始めてるんですけど、はい、普通の舗装した道路を歩いていきます。まあ、全然雪もないし凍ってもないんで、はい、ここからですね東通りの方に向かっていきます。テッドの方向かっていくところですね。ナンバー63ここから登っていこうと思います。はい、空がちょっと白んできましたね。あー今日もいい天気だな。ちょっと今道路から尾根の方向かってきてまして、ちょっと平らなところになりましたね。雪がすごい気温低いんで、すごい雪が締まっててすごい歩きやすいですね。はい、ちょっと滑るだけ気をつけないとダメですけど、もうちょっと行ったら多分鉄塔だったと思うんで、そこで一回ちょっと休憩しようかなと思ってます。今ちょうどどれくらいだ、1時間10分ぐらい歩いてきたところですね。はい、鉄塔着きました。ここでちょっと休憩して、ちょっとチェーンスパイクつけようかな。一応まあ潰してもいけるけど、ちょっと休憩します。はい、もう明るくなってきましたね。はい、今から東尾根の方登っていきます。もうすぐ日が昇りそうですね。すごい歩きやすい。めちゃめちゃ踏み固められてて、これ結構今日いけるかもしれないな。いやー、いい朝、最高やね。気持ちいい。ふう、さあ行きますか。なんかね、とてもバリエーションルートと思えないぐらいの整備されてる感じで、一般登山道っぽい。本当歩きやすいな。いやー、日も昇ってきたし道が綺麗ですよ。どれくらいのペースなのかわかんないですけど、まあなかなかいいペースじゃないかなと思います。特にしんどいところもないし、はい、ちょっとお腹空いたんで休憩しようと思います。はい、今日は新しく使う生キャラメルクリームです。めっちゃキャラメル。はい、今休憩終わりまして、ご飯食べたんで、はい、今から登り始めようと思います。まあ、かなりコンディション強いですね。多分稜線まで行けると思うんですけどね。樹氷だ、気がついたら綺麗。すごい綺麗。綺麗すぎて一個進まない。うわ、きれい。やばいなこれ、全然すまないんだけど、これきれい。今ちょっと樹林帯入って、樹氷ばっかりでこの登りをもうすぐ多分終わると思うんだけど、どうなるか結構しんどいですね。そしてちょっと美しすぎて全然進みません。全部樹氷、周り一面白と青、めっちゃ綺麗、真っ白。下りはね、ちょっと会津の方がいいかなと思うんですけどね。いや、マジで綺麗よ、本当に。ここら辺から多分爆炎の敵地があると思うんですけど、わかんないですね。前来た時超絶ヤブコギだったんで、ここちょっとあれですね、ヤブが深くなってきて、木も背低くなってきてるんで、雪落ちてくるんで、ハードシェルの上に羽織ろうかなと思ってます。あー、しんど、軽いヤブコギですわ。基本こういう時はヤブ持って進みます。こんな感じでやぶつかんです。よいしょ、ふう、
構ね高くなってきてると思うんだけどな。このままちょっと進んでいきます。しんど、疲れだな。結構急だったねこれ。こんな感じでずっと宿漕ぎながら。はい、今休憩終わりました。晴れてきましたね。晴れ、めっちゃ綺麗。ガスが取れた感じかな。これでとりあえずちょこっとまだ登りあんな。まだありますね、はあ、厳しいな。そんなもんないと思うんだけど、なんかすごいな。おお、うひょー、晴れてる。晴れたわ、完璧や。なだらかな尾根が続きますね。平和や。あ、バックウェイ敵地この辺かな。テント張ってたんだな、これ。なだろうな、この辺ですね、多分テント張ってた。うわ、やっと見えた。あれだね、ちょうね。よいしょ、きれい。はあ、おお、遠っ。ちょうね、だよな。違うのかな、分かんない。どれだろう、あれ前常年か。あ、まだまだあんね。よし、頑張ろう。しんど、長いなコース。こんな長かったっけ。まあもうすぐ樹林帯のバックエッジに着くと思うんで。やべえ、もう喋る元気がない。あー、しんど。あ、テント張ってますね。深い、深くて今よいしょ、行けるとこまで行きましょう。すっげーしんどい、ひたすら登るな。もうちょっとでね、眺望出ると思うんですけどね。さすがにもうあんな感じなんで、空が見えてるんで、ふくらはぎパンパン。やばいなこれ、侮ってたな。あれだもんな、山頂まだまだあるよ。あれ厳しい、厳しいっす。眺望がやっと出てきた。あれが前常年かな、遠いな。眺望が出てきた。行きますね、失礼します。今日開けだ。めっちゃしんどい。もうちょっと、あと1時間ぐらい登ったらテント張ろう。もうしんどいわ。みんなどこ張ってんのかな、テント。前常年まで行けっかな。頑張ろっか。あー、しんどいね。なかなかやな。降りていれんな。どの辺かな、あの真ん中ぐらいかな。あーか、これちょっと登るの無理だな。しんど。ここら辺いいかな。ここになんかお疲れ様ですって書いてあるし、ここにしようかな。よし、ここはキャンプ地としよう。はい。いや、疲れた。こんな感じ。
寒い。テント設置できて、なんか片付けて、今水作ってます。今日はガソリンストーブ持ってきました。ちょっとバランス悪すぎて、あのスコップを段にしてますけど、今日ですね、あのプラティパスと錠子っていうの、あのなんか入れるやつを忘れまして、とりあえずあの500ミリの水筒1個と紙コップを浄炉側にして使おうと思って買ってきました。なんか今日めちゃくちゃ寒いんだけど、なんだろうこれ、多分マイナス12とか5とかわかんないけどぐらいいくと思うんだけど、あでもそうでもないか、マイナス11度、もう結構寒く感じるの。飯食ってないからかな、多分ね。ご飯食べれば多分あったくなると思うんですけど、ちょっと今お水つくの先なんで。寒いよ。うお、はい、景色こんな感じです。もうすぐ日が落ちますね、はい、あの奥が常年らしいですね。あれが前常年、明日朝これ登らないとですね、はい、よく登ってきました。寒い。ちょっと焼けてますね。はい、水ができましたんでお鍋作っております。外で作ってます。寒い。はい、今テントでご飯食べてゆっくりしております。そして今天気予報を見ると曇りです。星は出ておりません。そして明日朝も曇りです。星取るためにテント泊装備と三脚とか持ってきたのに、今日登ったのが1750ぐらいですね。で今日はなんと新しいニューアイテム、わかるかな、ビビー、寝袋の上にエスケープビビーをつけております。今日マイナス11度とか12度ぐらいなんで、めっちゃ寒いですけど、これで爆睡しようと思います。ということで、それではおやすみなさい。おはようございます。ちょっと寝て起きたんで撮影してたんですけど、外であの星は出てないんでテントを撮影しました。でですね、今ちょっと雪降ってきまして、今11時半ぐらいですね。雪降ってきて、まあ、降水確率 40% なんで、そんなにめちゃくちゃいっぱい降るわけじゃないんですけど、多分明日の午前中はずっと降り続けるかなって感じですね、パラパラと。で多分曇りで眺望もなかったりするので、あとまあトレースが多分消えてると思うんで、はい、もうさっさと寝て4時間に1回起きます。それではおやすみなさい。はい、おはようございます。はい、今5時ですけど、あの4時の段階でまあ雪降ってたんで、もう一回寝て、あ雪積もってますね、テントの上のほら。はい、今外出てきました。あ雪降ってますね。でもトレースまだ残ってるんで、はい、そんなには降ってないです。はい、うっすらトレース残ってるんで、まあ別に下山できるけど、はい、テントもこんな感じですね。ちょっとうっすら雪が積もってますね。いや快適だったな今日。しかし三日月のお月様、おはようございます。ここまで上がったんですね。はい、上がったけど帰ろうかなと思って。あれ山頂行ってないんですか。行かなかった。昨日はちょっとここまでが精一杯 で今から行ってもなみたいな。お気をつけて。はい、今なんかここまで上がったんですかって言うともったいないって言われたんですけど、まあ行って6時、今5時なんで6時に出て7、8、9、10、11時を持ってくると結構下るのきつくなるんで、はい、ちょっと別にな、まあかといってね景色があるわけでもないし、多分朝も焼けないと思うんで、はい、ちょっとこれは日の出待って、はい、もう下山しようかなと思います。結構昨日の疲れも残ってますね、足がね。やっぱり行きたいけど無理しない。あげたのにもったいないか、めっちゃ悩むわ。どうしようかな。はい、今5時40分なのかな、5時45分ですね。結構皆さん行かれるんで行こうかなと、めっちゃ迷った上で今靴片足履いたんですけど、行きたいはある。
けどって感じですね。まあでもね、もうちょっとコンディションのいい時に天候とかの範囲、荷物も重いですし、体力のこと考えると結構きつくなると思うんで、帰り、まあ行けないことはないと思うんですけど、ということでちょっと朝お湯作ったり朝ごはん食べたりしてゆっくりしてから、あの日の出を待ってここから下山しようと思います。はいはい、今6時42分ぐらいですね。はい、あのもう日昇ってると思うんですけど、はい、ちょっとこんな感じで真っ白ですね。眺望なし、雪がまだちょこっと降ってますね。はい、今ちょっとご飯食べようと思ってお湯沸かしてます。あとはまあ準備してもうちょっと日が明けたら下山していこうと思います。それでは、はい、今撤収準備をしてるんですけど、粛々とで、なんと晴れてきました。みんな登っていってますね。日帰りですけど、結構な時間からスタートしないと。あーでも上晴れてんな、行けなかったかな。まあでもな、でもなって感じだね。はい、ほぼ撤収終わって、なんか後ろガッチャガチャになってますけどね。ちょっとテントがね、中入れんの後からだったんで、ちょっと外に出しますけど、はい、まあ今からぼちぼち降りれば結構いい時間に終われると思うんで、あんまり無理せずゆっくり降りていこうと思います。はい、いいですね、気持ちいい。なんかあれだな、尾根ボコボコしてんだな、何段階か。ああ腹きついわ、はあ、3段階尾根ですね。おーいいね、なんか幻想的ですね。もうこっからでも十分美しい。ああ来週どこ行こうかな。いいですねこの絵、あったかい、めっちゃすげえ雲海で出ていいな、テント、稜線上のテントワークはやっぱりいいですよね。やっぱりビジュアルがかっこよすぎる。めっちゃ水走ってる、さすが。下山も素敵。やっぱちょっと昨日のダメージが残ってるなこれ。綺麗な。雲海綺麗。ってことは、あそこから下もガスガスってことね。上もガスってるのかな。ちょっと晴れてるけどな。いやきついな。疲れ残ってますね。ちょっと登っただけです。やべえ、めっちゃ天気良くなってるじゃん。はあ、午前中ちょっと雪降るって予報だったな。はあ、まあいいか。また来ましょう。ああすごい綺麗な場所ですね。ああ最高。はい、今あれですね、もうすぐガス上がってきてるんで、めちゃくちゃ晴れてるんですけど、はい、もうすぐ尾根、やぶこぎんとこがちょっと戻ってきました。はい、で今一緒にちょっと降りてる、お名前なんていうんですか。コシイシです。コシイシさんですね。はい、はい、日帰りで朝2時2時前ぐらいです。2時前出発で、前上年手前でちょっと断念。断念です。半年ぶりに登りましたけど、体持たなかったです。はい、なかなかね、長いんですよ。今晴れてますね。俺今日日帰りが正解ですね。ゆっくり、ね。そうですね。早めから出て。まあ時間まだ早いんで、ちょっとぼちぼちと降りてきます。それでは。あ、なんかすごい霧っぽいやつで幻想的ですね。綺麗。今無口になりましたね。カメラ回ったら無口になった。腰よくクマって呼ばれる。あ、クマさんですか。はい、クマさんバックカントリーの動画とか作ってたらしいんですけど、はい、自分が話すと緊張してしどろもどろで編集するときにダメだと思ってやめたらしいですね。なんで今カメラ回した途端無口になった。でもなんかもう一回軽い気持ちやれば大丈夫ですよって言ったらやろうっていうことなんで、はい、
まあね、思い出には残しやすいんでいいと思います。これは何なの、このヒゲみたいな。これがサルオガセって言いまして、はい、この生えてる木に寄生しながら空気中の水分を吸って成長していく植物ですね。へえ、なんでそんな今丁寧な話があって、普通にサルオガセ。サルオガセ、珍しくはないですね。まあそんなに珍しくはないですね。ああ、雨が降るとか上は晴れてるね、やっぱな。サルオガセってことです。くまさんでした。ほら、なんかなんだろうなと思ってたんですよね。海ぶどうみたい。ここなかなかですよ、本当によく登ったなって感じ。ちょっと今僕足痛くなったんで絆創膏みたいなやつを小指に貼って降りてきてますけど、めちゃくちゃここ昨日登ったんですけど下りずっと続くということですね。あー足痛いです。足痛いですね。足痛いです。下りが続く。いやー痛い。あふー暑すぎです。もう汗だくですね、2人とも汗だくです。はい、冬山登山であの汗かくなって書いたんですけど、大体書きますから普通に。普通にびしょびしょです。普通にびしょびしょですから無理っす。ちょっともうちょっとで鉄塔だと思うんで頑張ります。本当一人と二人は全然違う。気持ちの問題全然違う。紛れるよね、足の痛さがね。長い長いなマジで。こんな登ったっけな。まあ登ったんだけど。あ、やっと鉄塔、やっとアイゼン脱げるぜ。足でマジしんどい。あー痛い痛い。カチカチだから余計アイゼン履いてると痛いんですよね。よいしょ。あ、鉄塔着きました。ここでちょっと休憩でアイゼン脱ぎます。めっちゃ美味しいやつあげようか。いただきます。はい、もっと濃厚チョコブラウニー。これめっちゃ、これめっちゃうまいから。あざす、いいんですか、うん、いただきます。チョコブラウニーうまいんだよね、しっとりしてて。あ、いい香り。いい香り。いて、すごい香り。いただきます。はい。俺は今日このために頑張ったんだ。いいコメント、いいコメント、いい感じ、いい感じ、いい感じ。もう本当口どけ滑らかで。最高。あと続かないんだってやめとけが取り。そろそろいいっすか。これ以上は出てない。なんで今言ったの。一言で終わっときました。はい、リンド持ってきました。雪降ったみたいですね。あー疲れた、足いて。これで急な下りはもうないね。あとはリンドです。リンドだけね。雪降ったんだね。降りましたね。はあ、ぼちぼち行きますか。ぼちぼち行きましょう。え、1時間かかんないね、下りだし。林道ぼちぼち歩いていきます。はい、足が痛い。やっぱ雪降ったみたいで、やっぱ白いですね、真っ白ですね、道が。でもいいね、足に優しいね。優しいよね。優しい、さっき転びそうになりました。本当にもうあと30分ぐらいかな。そうですね、はい、ぐらいで30分ぐらいで、そう、ゲートなんでぼちぼち歩いていきます。いって、重きこけた。バキバキに凍ってる。これ最後の最後で油断しちゃったよ。はい、痛い。ちょっとドローン壊れてないことを祈りますけど、はい、そのまま降りていきます。はい、俺のあがいた後、これこれ事件現場っすよね。でこれも事件現場。別の事件ここで起こってると思う。多分2件事件起きてますね。2件事件起こってるこれね。2件。これやばい。またやった。今度ローリングしたね。ローリングしましたね。一回一回しましたね。あ、しんど。まさか山じゃ一回も転ばなかったんですけどね。全然ね、平地でね、平地が竜巻旋風脚出そうだったね今。いやもう完璧でしたね。あ、動いてからそっちに体が飛んできました。右足が、あ、こういったってこと。こういったね。なんかこういったんだよね。こういってグルンって回ったんだよね。右足がこっからここまで 0.1 秒で動いて、うん、竜巻旋風脚が飛んでた。そうか、そうか。ああ、2回もこけるとは。これは完全にこれだよ、これ。ほら、
すごいもんこれ氷が。でもうこけないって言ってから20秒もうこけあーがこれやべえ、これどうなってんの、歩き方悪いのかな。これすごいよ、ほら氷だもん。まあ、さっきからずっと氷なんだけどやべえまたこけちゃった。やったほらこれはね、これは滑るよ。やっぱこんだけ凍ってると地獄へばこうです。スタートゲートだっけ。どうした、はい、ゲート戻ってきました。いやー最後の林道が一番つらかったね。つらかったっす。3回こけたもんね。私1回一回こけてよそ見しました。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、いや終わりです。はい、ということで今降りてきました。最後でクマさんと一緒に降りてきたんですごい楽でした。これ一人だったらつらかったよね、かなりね。あ、ちょっと心折れてました。結構ね東寄り長いっす。長いです。はい、あのはい、ちょっと覚悟して皆さんあの行ってください。でまあ道は綺麗だったんで、はい、やり行きやすいだと思うんですけど、まあ、体力勝負なんで結構削られていきますね。そうですね。はい、形硬いですね。はい、ということで、はい、はい、どこだ、常念岳、はい、厳冬期、冬期の、あのバリエーションルートかな、はい、スタートゲートからの東尾根の、はい、途中撤退ですけど、はい、まあまあ、上まで行けたんでいいと思います。そういうことで、では、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。